し抜いてきましたよ。いやなんか見たことあるような風景みたいに見えますけどね。いやー一回来たことあるような気がしますね。ジェレミー追っかけられてますけど、多分ヘッドライトというかヘリのあれで光に当たるとダメなんでしょうね。よいしょ。さあ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 、こっちへ行ってと。あ、ありがとうございます。はい、一回100円と。警察がいてるところに頭を下げていこうと。というわけでじゃあ先に先陣切ってもらって、はいよ。草むらの中なら見られないだろうと。見つかりたくないな。あ、来た。よいしょ。よし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 。あ、やばい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 。あぶれ。うまいことね、相手がカバーし合ってますね、お互い照らしてね。そうですね。見えると思うんですけどね、これ逆から見たら明らかに見えるんですけど。いやーこれ厳しいな。これは厳しい。来た来た来た。そこのやつ、あこっち照ら、あこっちも照らしてくるのか、あいつらやらしいな。わーっとー、マジでマジでマジで行くんすか。あ、行った。やるー。すぐに元に戻る。よし。あーいや、ルート的にはそっちっすね。いやまだ先がありますね。ここからっすね。めっちゃ照らされてますけど、なんか犬いますよ。やばくないですか。え、警察犬とかだったらやばくないですか。え、これどうやって行けばいいのこれ。あ、左かな。いやこれ同時じゃないですか。マジっすか、この2人は。ですね、2人だと。脱獄したやつは2人だ。じゃあ僕の方は右行きますよ。了解です。いや気づかれて、気づかれ、いや違うんじゃないですかこれ。マジっすか。あ、こっちないか。行けます。行くしかないですよね。行きますよ、ゆっくり行って。はい、どうぞ。3、2、1、よいしょ、ゴー。おお、さあ、スリー。よっしゃ、進ませろ。よっしゃ、行けた行けた。気をつけろと。あ、あ、何今の。一瞬固まってね、怖かったですね、今ね。とりあえず L2 だけ押さなければ。イエス。おい、ちょ、待って。とっとっとっと。あ、そっちの岩か。はいはいはい。冷静に行こうと。お前はこことこことここを管轄しろと。もっと人数がいるなと。保安官にバックアップを頼んだと言ってますね。こ
はもっと来るんですね、人が。ヘリが来てないですか、大丈夫ですか。おっとっとっと、やばい、ショットガン持ってますよ。やべやべ、今だ。おお、マジで、マジっすか。勇敢な戦士。このフラッシュライトをよこせ。いや、ほんとそれですよね。持って帰ってよ、電池だけ。くれないのかい。いやー、こっちで合ってんのかな。あ、合ってんのか。合ってそうですね、人がいないんで。はいはい、あっち多分行ったらショットガンで蜂の巣にされますよ。いやいやいや、ショットガンパクってくださいもん。違うゲームじゃないですか、それも。打ち合いの。合ってんのかな、こ、おい、おお、びっくりした。左側が私の画面ですね。で、右側がヒロさんでございます。私でございます。いやー、こ、そっちっすね。いや、それ死ぬ感じですよね。です。あー、また光ってますよ、光ってますよ。何、これ、え、あれ、あれ、あれ、木か。あれ、木ですね。あ、さあ、あの鉄橋を渡ればほぼ脱獄成功みたいな感じなんですか。あ、スポットライトなんかって来てません、こっちに。あ、おる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 。上2人、右1人。やつらを捕らえるまで俺たちはここにいるんだなと。岩の下に隠れてるんじゃねえか、言ってますよ。やばいんじゃないですか。大正解だ。大正解っすよ。いや、ちょっと待って、これは。やばい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 、それはやばい。あ、反対側から登るんですよね、もしかして。ちょっと待ってね。たらたらと。こっちは一応テイクダウンできる。あ、こっちからも行けますね。同時に行く感じですか、これ。ですね。いますよ。そこの三二一ゴー。ほい。ナイス。さあ、しれ。いやー。さあ、眠れ。厳しいだこれ。いや、いいですよ。いいですよ。タイミング合わせないといけないのは厳しいですけど。協力プレイヤーですね。いや、画面映ってるから助かりますね。相手の状況分かんなかったら厳しいですよね。ですね。スッて動いて。今何してんのみたいな感じですもんね。え、ちょっと待って、どっから入るのよ。え、何？なんかトンネルがあるみたいに言ってましたね。トンネル、あ、いや、ここでも行けますよ。あ、これ持ち上げていく感じですかね。はい。はい。200円。ありがとう。いやー。これどうやって脱げんの？これ厳しそうですね。クソったれ言ってますよ。こっち行こうぜと。橋の下だったら忍んでいけるんじゃねえかと。高すぎるぞと言ってますけど、ね、封鎖されてますもんね。あいつを倒して車奪っちまえよって言ってますね。ワイルドすぎるやろ。どっちします？あ、これ選択肢ですよ。橋の上行くか、橋下行くか、それはどうしよう、リスク取りますか。どっちがいいですか。リスク取っていった方が、リスク取っていきますか。橋の上行きます。面白いんですか。じゃあ左にスティック倒す。落ちる可能性はありますけど。いやでも下は下で多分難しいんでしょうね。橋の下、足滑ったりとかして。じゃあいきますよ。近く長押しで、はい、じゃあ、あ、なるほど、ルート変更があるんですね。どっち行くかね。やつをテイクダウンか。で、パトーカーで行くってことですよね。さよならさん。マジですか。犯罪者じゃないですか。マジパトカー乗っていくんですか。お休みの時間だ。なんで後ろ乗るんだ。あ、じゃあ俺が運転したくなかった。え、護送。護送されてます。あ、隠れろと。はいはい、隠れておきますと。絶対怪しい。運転かよ。ゴーフルスピード言ってますよ、全速力で。さあ、右側ヒロさんですございます。近くでフルスピードできるんですよ。え、引いたじゃん。ダメでしょ、引いたら。ダメでしょ、ダメでしょ、ダメでしょ。すまないな。
いや、バレるでしょ、バレるでしょ、そんなことしたら。バレます？あ、申し訳ない。グラセフじゃないっすよ、これ。あ、そうか、そうか。間違えた、間違えた。グラセフちゃうかった。というね、いや、引いていけるかなと思ったんけど。ゆっくりとこ。はいよ。Come on, move, move, move already. 失格をしたらフルスピードになるんですか？おおなんやねん、シフトチェンジあるんかよ。いや、休憩時間ですね、こっちはね。やばい、バレた。垂れてる。やばい、バック。じゃあ、ちょっと待って。下手くそだよ、俺。やばい、ヒロさんの運転の下手さが出てますよ。ちょっと待って。じゃあ、さっきのあの、キーンところで引っかかったんだ。はいはい、もうちゃんとやります。左側はコーヒーブレイクでございます。はいはい、車当たったらダメね。まあ、ゆっくりで多分開けてから全速力なんですかね。You got this. Right. You got this. Watch out for that car. Damn it. 全然これフルスピード行く必要なかったですよね。ですね。開けてくれますね。普通に。あ、近いぞ。頭下げとけと。はいはい。明らかに格好おかしくないですか？ T シャツに帽子って。誰だ。あ、ここでアクセル。あ、アクセル全開。ゴーゴー、左。オッケー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 。行って運転頑張って。わあ、むずっ。おお、すげえ。おお、ゲームオーバー？まさかの？なかなか運転難しそうでしたね。見てる感じ。きたー。ダメですよ、運転なんかさせたら。ラン。やばい。あ、勝手に走る。勝手に走る。分かれちゃいましたね、これ。やばい。後ろからワンちゃん来てる、ワンちゃん。犬が嫌いだみたいですね。あー、合流した。あー、食われた。やばい。アクションゲーム、ここ。なぜ俺を噛む？やばいですよ、これ、ジャンプ気をつけないと。いやー。急になんか映画のシーンみたいな。ロミオジュリエットじゃないですか。イエス。かっこいいですね、これ。いや、いいですね。かっこいい。危なかった。でも完全バイオの犬にしか見えないんですけどね。ドーベルマン怖いですね。ドーベルマン、まさか噛まれる思わんかった。噛まれましたね、普通に。誰やねん、急にアラブ系の。あそこの湯でめっちゃ出んねんけど。なんすかね、これは取引だと。取引乗るかどうか迫ってますね。こいつめっちゃ怪しいな。取引して大丈夫？値下げしてくれって言ってますね。それはありえない言ってますね。これを聞いてくれと。大事な話があると。さあ、ああ、ヒロさん逃げたという。Isn't he supposed to be dead? The guy fucked up, got himself killed. That's Nigichimata, みたいだと。
この人はじゃあヒロさんをはめた人です、多分ね。張本人ですね。張本人っぽいですね。ね、レオを見つけろと。ヒロさんを見つけろ言ってますね。誰かな。ね、下げしてくれよは取引しないと。じゃあやらねえ。マジで？おい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 。極端。マジかよ。そんなすぐに殺す？はい、多分ここからパート3でしょう。おお。チャプター3ぐらいかな。逃げてますね。朝になりました。パトカー無事故だったんですかね。無事故というか怪我なかったんですかね。横転して。怪我あってもおかしくない飛び方してましたよね。手も噛まれてましたからね。俺は感染症にはならんのかい。なるほど。これは刑務所から出るだけじゃなくて、完全に逃亡するまでがゲームなんですね。何か見つけないと。バーガー食いてえと。完全にウォーキングデッドやねんけどな。クレメンタイン出てこへんかな。クレメンタイン。さあ腹が減ってはね、戦はできるという感じですけどね。腹が減ってみたいですね。ねえ、なんか食べるもんあるんでしょうか。川が近いか魚ぐらいしかないんでしょうけど。手づかみはこう落ちた死ぬ感じじゃないですかね。ほうほう。お、道なりにと。道なりに。飛び越える。おい、先行く。いや、もうアクションは罰っていう風にね、もう頭がね認識してる。素晴らしい。もう巻いたみたいですね、警察は。あれでですね、今のところは安全っちゃ安全ですかね。エリオ、ヘルプミア。おい、え、下くぐっていけばいいんじゃないですか。そんなことしなくてもそんなことしなくても通れただろう。また ID 行けばいいですよね、上ね、普通に。うん、ですよね。おっと、キャンプがあるぞと。温泉？あ、違うか。温泉じゃないですね、キャンプ場みたいな。キャンプがあると。おお。まずは石と草と木を摂取して採取して石斧を作りましょうという別斧の別ゲームのアドバイスが来てますけども。あれ、これセブンデイズやったっけ。おやおや。キャッチワンフィッシュって書いてますね。火を起こさなあかんとか。火を起こすと魚捕まえろみたいでしょ。うれうれ。魚うれ。これどっかに追い込むんじゃないですか。ほらほら、え、これどうやって追い込むんですかね。どっかに穴みたいなのあります？ですね、それが謎ですね。ただ単に水遊びしてるだけのような気もしますよ。あ、奥になんかありますね、入り口が。ちっちゃい滝が両側から多分これやるんですよ、両側から。ヒルさん、そっちからやってもらっていいですか。私こっちからやるんで。うんうん。逃げ道を多分防いで、奥のなんかちっちゃい入り江に多分入るようにこう。あ、誘導するんですね。そうですね。あ、逃げ、逃げられてる。え、これ結構難しくないですか。全部こっち来ましたよ。キャッチザフィッシュ。そこの多分水に追い込んで蓋するんだと思うんですよね。うんうんうん、あのサバイバル動画とか見てると多分そんな感じですよ。はいはいはい、なんか裸でサバイバルするやつがねやってますからね。なんだっけ、ナショナルなんちゃらチャンネルでしたっけ。何チャンネルでしたっけあれ。BBC のなんかテレビ番組でサバイバル系のやつや。おあるんですけど。よいしょ。
完全水遊び状態ですけどね。こっから追い込むの難しいですね。ですね。どう追い返したらいいのか。カモン。めっちゃ隙間から逃げていくんですよね。あ、普通に逃げていきますね。とりあえず一匹追い込みたい。ですね。無理ですね。なんでだ？まずは火起こしてからとか。なるほど。ああ、そういうことか。順番、そういうことですか。さっき火を起こしてから。まずなんか木の枝、槍を作れみたいなこと言ってます。あ、マジですか。手でやるんじゃないですね。火起こし。やりますわ。誰かが火起こしした後ってことは、近くに人がいるわけですよね。うん。これで魚。ぶっ刺すんじゃないの？キャッチスピア。来たぞ。おお、スピア。おお、ちゃんと木の槍を作るんですね。よし。よし。行くぜ。取ったぞーと。あ、難しい。さあ、追い込んでいく。おりゃ、あれ。おりゃ。あ、ゲッチュー。よし。よし。よし。今日の晩飯じゃなくて朝飯ですね。あ、ナショナルジオグラフィック、ありがとうございます。それです。一緒に焼けないんですね、これ。あ、木がいると。燃える木がいる。魚取ってから探すか。あ、あったあった。なんかトゥイングって枝ですね。ちょっと待って、魚地面に置いたんですけど。はいはいはい。よいしょ。おお、ついたついた。ああ、魚どっか捨ててきた。俺は。よいしょ。あれ座れないんですけど。え、ああ、いけたいけた。これ完全、あ、キャンプして、お、ローディング。とりあえずは腹ごしらえができたってことかな。あ、そう、ベアグリルってね、そうですね。で、まずかったんですか。まずかったと。まあ、なんでやろうと食えたらよかったと。And my fucking feet hurt. What about yours? I'm good. So you're a tough guy, huh? Well, it's not like me. I'm not much of a choice. Yeah. By the way, what are you in for? Something I didn't do. 俺はしてないことで捕まったと。そう、無実を、お前は無実なんだなと。I'm innocent too, you know. 俺も無実なんだと。Yeah, sure you are. What about family? You got any?家族はいるのか。A wife. I hope. まあ、来てましたもんね。そうですね。お、こっちの方は俺は来てたけど、家族には電話してましたもんね。してましたね。アレックスという子供がいると。あ、ヒロさん、お待ち。Fucking missing man. Fucking missing man. Yeah, I hear you. That piece of shit Harvey's gonna get what he deserves. Let me tell you that. So, let's go after him together.無実を証明しようでということですね。一緒に。Look, Vincent, I need to know what your story with Harvey. 協力者ですね。いいですね。All right. I was a regular guy with a boring bank job. One day, my brother brings in a new client, Harvey. Let me guess. Money laundering. Yeah. Money was easy, but Harvey just kept coming in with more and more cash.I couldn't handle it. ああ、銀行員でお金を扱ってたんですけど、ハービーって一人ね、悪く使われてたみたいですね。お金の洗浄のために使われてたようですね。彼は俺の兄貴を殺したと。I'm
俺は自分の兄貴を殺した罪で捕まってんだと、無実の罪でね。胸キヌですね、完全にね。兄弟殺しは厳しいですね、罪がね。あんたはどうだと。ヘリですね。もう捜索隊が。動かないと。Just suck it up. Don't worry about it. I got it, okay?